けすごい。そこの道路。そう。綺麗。暗くなったらもっと綺麗だ。近くに見よう。まあ、びっくりするね。真っ暗になったら、ね、びっくりするよ。びっくりする自信しかないと思う。感激すると思う。びっくりする自信しかない。世界が違うね。スーパー GT とかそんなない。こんな世界がある。うん。で、ね、一回ね、テレビでね、デコチャリのやつがあったんよ。途中で。それですごいって思って、で、それお父さんがハマって、で、すごい。お父さんも昔から本当に好きやったの。そうなん。だってじいちゃんと映画見に行ったでしょって。で夜中にワンちゃん。なんか映画とか SL もお父さん好きやん。そういう映画で SL が出たよ。このトラックと一緒に走りやった。同時に。それで好きになったの。連れてってほしい。そういうの。うん。行ったところないとか、もう見てみたいよ。見てみたいの。どういうのがあるかもあんま分からんけどな。今はもう見に行ったよね。車はね。車もバイクも行っとる。なマウンテンバイクとかか、自転車か。自転車はない。自転車だよ。今度通常感じでしょ。でもさ、中学生やってて忙しいよね。いつ行けるんやろ。行けるだけ増やしたいのにな。行きたいのに忙しい。お父さんこういうのつけちゃったらだんだん顔なじみが増えてくる。見たことあるって言われてる。覚えてもらう。カメラだけで覚えられたのに、それは忘れたけど。そう。バスの顔覚えやすいしさ。ね、優しい人やん。いや、違う。顔はちょっと怖いけど中身が優しい。ちょっとだけ、ちょっとだけ顔怖い。そうだね。そう。優しいな。ハブハブってたらもう全然全然不安けど中身は優しいよ。そうだってさ、学校来た時さ怖いって言われたもん。そう、ひどいよ、ひどいよ。お父さんショック受けたもん。だから中身は優しいさ。いや、そのギャップで思いやすい。あ、そうだ。ここが痛い。かかこぶ？なんで？どうしたの？こうやって見つけて、ここが伸びていたいから。見違えた。ちょっとあの、いろいろ話したり乗せてもらったやつにやけど、なんか乗りたいのある？言うてあげるよ。もう乗れた。あれ以外に、あれ以外に、あれ以外で乗りたいって思うのはない。まだ、あ、エンジンかかってないやつ。エンジンかかっちゃうのはもう無理だけ。
何かあるんだったら言うて。一番乗りたかったのに乗りたいと思った。一番乗りたかった。パッと見でめっちゃすごかったっけ、乗ってみなかったよ。なるほど。そう、釣りがさ、しかもお父さんの知り合いのところって前でさ、ああそうだ、乗れると思ってなかったよ。お父さんの時計乗りたいよ。まあ、お父さん顔広すぎって思った。あ？顔広お父さん知り合い多いけさ。ああ。